せーの、どうもこんばんは。今日は9月20日の金曜日です。今日の札幌はこんな感じです。めっちゃ人いるよ。金曜日だしさ、土日にラグビーのワールドカップあるし、女子のバレーボールのワールドカップもあるし、あっちでポケモン GO もなんかやって人がいっぱいいるし、金曜日だしラグビーのワールドカップがあってめっちゃ人がいるんですけど、僕は今日今からユニクロに行きます。どうしようどうしよう、撮影場所に困る、人が多すぎる。バスがいっぱい出てくわ。すごいね、定山系とかいろんな方向に行くのかな。今ねユニクロ行って買いました、これ。やばい、透けてる。やばいやばい。ちょっと何買ったかはねあんま言いたくないんですけどまあいいや、言ってもいいや。ねパンツを買いました。下着のね、色は言いたくないんですけど、パンツを買いました。はい、それだけです。今日ちょっとさ、札幌の街の雰囲気が違うわ。警備員さんがいっぱいいる。国際大会があるからやっぱすごいね。はい、今日のテレビ塔のイルミネーションです。今日のテレビ塔はラグビーバージョンらしいんだけど、どこら辺がラグビーなのかちょっとよくわかんないけど、今日も綺麗です。今日ねラグビーワールドカップの開幕戦が行われてるんですけど、もうすぐ始まるんですけど、札幌ドームでも土曜日にオーストラリア対フィジー、日曜日にイングランド対トンガの試合が行われるんですよ。